だ。こっち、ね、つかいち方向にコンピュア山、こっちの方向に、ね、ではこちらの方向が正しい方向ですね。結構手前の方にいると道がこっちの方しか見えないですね。なので割とこっち見失いがちなんですよね。でここに立派な道標があって武蔵五日市って思いっきり書いてあるんだけど、これを見ないですね見ないで向こう行った人が結構いらっしゃる。で本来はこちらの方向ね。
65キロ地点ね、仮設ね、65キロ地点ね。アジサイ山大きいですね。でこちらアジサイ山というアジサイがたくさん咲いている丘があるんですけれども、そっちの方に、ね、行く道ですね。でこのアジサイ山の分岐は交差こっち右の方向なんですけど、これを越えると、残り3キロですね。残り3キロこっちの方向に向いています。
の方で、武蔵五日市に行ってですね、分岐ですね。これ瀬尾津の方に行くの、林道をこう得て行くことができるんですね。星竹林道っていう林道を下っていくと、瀬尾津の湯っていう温泉があるんですけれども、温泉に出ることができますね。でコースはこちらの方向に進んでいきます。コンクリ橋到着ですね。もうコンクリ橋到着したら、残り、2キロですね。残り2キロ、時間にして、そうですね、まあ、20分あれば確実につけるんじゃないかなという距離ですね。まあ、70キロ走ってきた足ですからね。分岐行きましたね。五日市の方向、仮設根コースは、こちらの方向ですね。正面行くと、コンピュア神社で、右に行くと小中野っていうちょっと奥の集落に行くか道になりますね。コースはこちらの方向に、ね、
分岐ましたね。これはですね、左の方向に行こう。柵の花壇の向こうが、模様のダンベージュっていうトントンのような食事が振る舞われるエリアになりますね。